本日の動画はこちらになっております。 GO プリンセスプリキュアパン10月分と11月分合計3種の GO プリンセスプリキュアパンの方をご紹介したいと思います。ではまずパッケージの方を見ていきましょう。まずはプリンセスエンゲージツイストドーナツですね。こちらのパッケージにはピュアフローラ、ピュアトゥインクル、そしてパフのメイド姿となっております。続いて目指せグランプリンセスミルクデニッシュになってますね。こちらは全員いますね。キュアフローラ、キュアマーメイド、キュアテンクル、キュアスカーレットとなってます。そして最後に幸せ満開サンドケーキいちごジャムとなっております。こちらはキュアフローラ、キュアマーメイド、キュアテンクル、キュアスカーレット、そしてパフのメイド姿、そして背景にはいちごがたくさんありますね。中を開けるとこのようになっております。パンが入ってますね。そしておなじみのこちらシールです。これが1枚ずつ入ってます。これは後で開封します。ではまずパンの方食べ比べてみましょう。さて食べ比べて一番美味しかったのはやはりこのミルクデニッシュ。これ一番うまかったですね。いやーすごいしっとりした濃い味でしたね。ドーナツはねちょっとパサッとしてたところがあったのがちょっと物足りなかったかなってもありますが、でもドーナツのしっかりした味がしていてとても良かったと思います。サンドケーキはなんかもうおなじみの味ですね。もうこれプリキュアパンでよく出てるシリーズなんで、うん、おなじみの味でした。ではおなじみのシール開封していきましょう。まず1枚目、お、キュアフローラですね。ナンバーは37と書いております。飛び台になってますね。その中にキュアフローラがパッと出てます。後ろはこのようになってます。ゴープリンセスプリキュア集めて絵を完成させよう、ナンバー36、ナンバー38のシールをやそのように並べるとプリキュア3人の絵が完成するよとなっております。2つ目、キラーちゃんですね。キュアツインクルです。23番となってます。後ろはこのようになってます。キャラクター紹介ですね。きらめく星のプリンセスキュアティンクル、はるかと同じノーブル学園の中学1年生、モデルをやっていて忙しい毎日、夢はトップモデルになることだよと書いておりますね。さあ3枚目、こちらアロマとパフ、そしてキュアマメイドとなっています。ナンバーは30番です。はい、こちらも集めて絵を完成せよ、シールナンバー29と30のシールを台紙から剥がしてイラストのように並べるとプリキュアたちの絵が完成するよと書いております。以上で GO プリンセスプリキュアパン10月分と11月分の全3種のプリキュアパンの方をご紹介いたしました。こちらのシールの方なんですが、まだキュアスカーレットは追加されていないバージョンとなっております。いつ追加バージョンが出るんでしょうかねというところですけども、もうすぐ12月に入りますよね。今11月なんですが、うん、とても気になるところですよね。もちろんプリキュアパンの方は美味しかったです。ということで今回はこれにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画を楽しみください。それではまた会いましょう。さようなら。トリプルナインのチャンネル登録は PC の方はこちらをクリックして登録、スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。高評価やコメントも待っているぞ。これからもトリプルナインの動画をよろしく。